で大根スープが便秘解消に効果的なのかというと、一番の理由は大根に豊富に含まれる食物繊維と水。食事からビューティーベルアスダイエット松田理恵です。皆さんこんにちは。今回の動画では宿便どっさり大根デトックススープについてお伝えをしていきます。以前にも大根デトックススープで宿便どっさり、保健師が作る最強のダイエット食っていうこちらの動画をアップさせていただいたんですが、皆さんご覧いただけましたでしょうか。もしまだの方は概要欄にリンク貼っておくので、この動画が終わった後にチェックしていただけると嬉しいです。こちらの動画試してみたら速攻効果がありましたとか、意外に美味しかったですなどですね、実際に作っていただいた方からたくさんメッセージをもらったんです。そして梅干しがないとダメですか、この味でないとダメですかなんてメッセージもいただいたので、今回は別の味バージョンでもご紹介をしてみようかなと思います。じゃじゃーん、ということでね、前回の梅と昆布の味の和風味とは違ってコンソメの洋風味で作ってみました。後で詳しく中身紹介していきますね。ということで今回の動画では、便秘がなかなか改善しない、この辛い便秘今すぐどうにかしたい、美味しく食べながら便秘改善ダイエットしたいなんて方にね、ぴったりの動画となっております。この動画見ることで宿便便秘デトックスの違い、大根デトックススープの効果と大根デトックススープの洋風味の作り方がわかりますよ。今回お伝えする大根デトックススープでは、デトックスに効果的な食材をより豊富に取り入れたレシピになっているので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。材料たったの3つでできるので。それでは今日のテーマ、いきましょう。そもそも皆さんは宿便便秘デトックスの違いって分かりますか？前回の動画の質問でも、宿便って何ですかっていうねコメントがあったので、まずここから学んでいきましょう。宿便とは多くの方が想像している通り、便が腸内に長い期間溜まってしまっている状態のことを指します。では便秘とは何が違うのっていうのが気になるところだと思うんですが、実は医学的には宿便というものは存在しません。どういうことかというと、宿便というのは便秘がひどい状態だというと分かりやすいかもしれません。つまり大きな意味で言うと、宿便も便秘も一緒の意味です。では便秘とはどういう状態なのかというと、本来体の外に排出すべき便を十分量かつ快適に排出できない状態と定められています。難しいですね。まあ、つまりですね、便秘っていうのは自分の感覚的な意味合いも含まれているので、何日も出ていないと便秘というものではないんです。例えば、毎日便が出ていたとしても、出し切った感がなくって不快と感じるのであれば、便秘であると言えるかもしれませんし、3日に1回でもすっきり出ている感覚があるのであれば、それは便秘ではないと言えるかもしれないということですね。私が主催しているベルラスダイエットの受講生様でも、今日は便が出なかったから便秘だーってね、言われる方もいらっしゃるんですけれども、不快感があまりないのであれば、もう気にしすぎないようにするっていうことがおすすめです。で、なんでかっていうと、腸と脳って深いつながりがあるので、腸脳相関って言われているんですけれども、気にすればするほど便が出にくくなってしまうケースが多いからです。で、過去の私も、もう本当に便秘に振り回されていたので、もう便というね、お便りで一喜一憂してしまう気持ちっていうのは痛いほどわかります。では次にデトックスは何かというと、体に溜まった不要なもの、有害なものを出すことを指します。つまり、便を出すのはデトックスの一つということですね。ここで多くの方が勘違いしていることがあります。それはデトックスできる割合についてです。一般的には汗をかくことでデトックスできるというイメージが強いので、必死で半身浴したりだとか岩盤浴に通ったことがあるという方も多いかもしれません。でも過去ダイエッターだった頃に、汗を出してデトックスするためにめちゃめちゃ厚着してウォーキングしていたことがあります。その当時痩せないだけではなくってニキビもひどかったので、デトックスしたくて必死だったんですよね。しかしなんと汗でデトックスできる割合ってデトックスの全体のたった 3% なんです。そもそもデトックスというのはどのように行われるのかというと、体に入ってきた毒素は肝臓でまず分解される。
そして肝臓で分解できない毒素や老廃物はなんと便と尿だけで 95% もデトックスできちゃうんです。そしてその内訳は便が 75% 尿が 20% ということは、デトックスするためにはいかにしっかり便を出すかということが大切。つまりいらないものをしっかり出せる排出力の高い痩せ体質を作るためには、便秘解消することっていうのが重要なポイントなんです。そしてデトックスのために最重要となる便秘解消対策としておすすめな方法が、今回お伝えする大根デトックススープ。では大根デトックススープが便秘解消にどのような効果があるのか、今からご紹介していきますね。大根デトックススープの効果の一つ目、便秘解消効果。デトックススープと歌っているので、これは言うまでもなくですよね。ではなぜ大根スープが便秘解消に効果的なのかというと、一番の理由は大根に豊富に含まれる食物繊維と水です。どちらも便秘解消には欠かせないものなので、大根は便秘解消に効果的な食材と言えますよね。また大根に含まれる消化酵素によって胃腸の調子を整えてくれるっていう効果もありますよ。便秘解消については概要欄の痩せやすい腸のいい状態とはセルフチェックと改善方法という動画でもお伝えしておりますので、気になる方はこの動画終わった後にチェックしてみてくださいね。ちなみに便秘が解消されると腸内環境が良好になって、免疫力がアップしてアレルギーが改善しやすくなったりだとか、肌の調子も整いやすくなるなど、さらなる健康美容効果っていうのも期待できちゃいます。私もいくら汗かいても改善されなかった肌の悩みが、便秘が改善されることで一気に良くなりました。大根デトックススープの効果2つ目、ダイエット効果。大根は低カロリー低糖質なので、ダイエット中でも安心して食べられる食材です。なんと大根 100g でたった 18kcal、 糖質 2g から 3g 程度しかないんです。めちゃくちゃ低い。ちなみに大根 100g は輪切りにしたもの 3cm ぐらいですかね。また先ほどお伝えした食物繊維には血糖値の上昇を抑えたり満腹感を感じさせる効果っていうのもあるので、そういった点でもダイエット効果っていうのが期待できます。大根を大きく切れば噛む回数が増えるので、より満腹感を感じやすくなること間違いなし。またこちらも先ほどお伝えした大根の消化酵素によって脂肪の分解も助けられるので、脂肪の蓄積を予防するっていう効果もあるんですよ。さらに大根に含まれるイソチアシアネートという成分には内臓の働きを良くする効果があるので、代謝がアップして脂肪が燃えやすくなるっていう効果も期待できますよね。では一旦まとめると、宿便とは医学的には存在しないもので、便秘と宿便は大きく言えば同じ意味。便秘とは何日出ていない便秘という定義はなくって、不快感という感覚的な意味合いも大きい。デトックスの 75% は排便でできる。大根デトックススープの効果は1、便秘解消効果、2、ダイエット効果でしたね。では次に大根デトックススープの第2弾としてですね、前回とは別のバージョンのレシピご紹介していきたいと思います。では大根デトックススープの作り方、洋風味編です。材料たったの3つ、2人前の量になります。切り干し大根 10g、 えのき 1/2 袋、他のキノコでも OK です。人参1/3本。ではここからは調味料ですね。水2カップ、酒大さじ1、コンソメ顆粒を小さじ2、無添加のものだとなおよし。醤油小さじ1、にんにくチューブ大体 1-2cm ぐらい、粗挽き黒胡椒適量、オリーブオイル適量です。作り方です。1、切り干し大根は流水でよくもみ洗いする。えのきは石突きを取り長さを半分に切る。人参は千切りにする。2、鍋に1ですね、切り干し大根、えのき、人参と A の調味料の材料を混ぜて入れる。強火にかける。沸騰したら弱めの中火にして2、3分煮るです。3、最後に粗挽き黒胡椒とオリーブオイルを回しかけたら出来上がり。こちらのレシピは前回の梅と昆布の味の和風味と異なって、コンソメのね、洋風味になっております。コンソメだしは添加物っていうのが含まれているものも多いので、無添加のものにしてみるっていうのがおすすめです。私は今回無添加のものを使いました。意外と普通のスーパーでも売っていますよ。今回は大根は切り干し大根っていうのを使っているので、より簡単にね、調理することができると思います。
切り干し大根は日持ちするので非常用として常備しておくっていうのもできますよね。私も必ずストックするようにしています。さらに切り干し大根のいいところは天日干しされていることによって旨味や栄養素がもうキュキュッとね凝縮されているところです。特に切り干し大根にすることで食物繊維っていうのもよりたくさん摂ることができます。むくみ解消に効果的なカリウムっていうのもよりたくさん摂ることができるので、さらなるデトックス効果っていうのも期待できますよね。加えて疲労回復や美肌作りにも有効なビタミン B 群やビタミン C っていうのも豊富に含まれていますよ。さらに鉄や亜鉛、カルシウムといったミネラルも多く、貧血の改善や骨粗鬆症の予防にも役立ちます。そして今回の大根デトックススープはキノコが入っているので、より食物繊維がね豊富に摂れて便秘解消効果のアップが期待できちゃう。キノコも低カロリー低糖質なのが嬉しいですよね。キノコには他にも肌、髪などをきれいに保つビタミン B2 であったりだとか、あとは骨や歯を丈夫にしてくれるビタミン D、むくみ防止になるカリウムなどが含まれていて、本当に栄養豊富な優秀な食材なんです。その他にもキノコの特有の成分である β グルカンにはコレステロール値を抑えて血糖値を下げて免疫力を高めてがん細胞を抑えてくれる効果まであると言われています。そして最後にかけたオリーブオイルには小腸を刺激して便の滑りを良くするという効果もあるんです。オリーブオイルは他にも血糖値の上昇、食欲、中性脂肪の吸収を抑えたりだとか、血中のコレステロール値を減少させる働きがあると言われています。さらにオリーブオイルは比較的熱に強い油なので、熱々の、ね、スープにかけても酸化の心配がなく安心して摂ることができますよ。このようにデトックス効果、栄養価をさらにアップさせた大根デトックススープ、皆さんも試してみてくださいね。こんな感じでございます。おいしい。前回の昆布と梅もかなりリピートしたんですけど、今回のねこちらの洋風味ももうリピート間違いなしです。めちゃくちゃ便秘が良くなってデトックスできちゃいそうです。お食事中でしたらすみません。ちなみに私が12キロ痩せてきた経験、保健師ダイエット講師として食事指導してきた経験を通して、栄養学、体のメカニズム、ダイエットのマインドなどもっと深く学びたいという方のために、公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信をしております。無料冊子やベルラスダイエット3ステップ動画っていうのもプレゼント中ですので、ぜひ LINE の方もフォローしてみてください。現在1万人以上の方がフォローしてくださっております。では本日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。デトックスするには何が一番大切か、そして大根デトックススープの効果、お分かりいただけたのではないでしょうか。今回お伝えしたレシピではデトックスに効果的な食材がさらにプラスされたレシピとなっていましたね。なんか便が溜まっているな、すっきりしたいなっていう時はぜひこのデトックススープを取り入れてみてくださいね。もし皆さんが思いついた大根デトックススープのアレンジがあれば、またコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私は今毎日動画を更新しておりますので、また明日の動画でお会いしましょう。食事からキューティー、増田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。